さあ。うわ、大変なことになってるね。なんてひどい。あんなに美しい場所だったのに。ベロニカ、セーニャ、私の天使たちよ。今頃、一体どこに。お二人とも気を落とさんでくだされ。ベロニカとセーニャは双剣の姉妹、二人が一緒ならきっと大丈夫。セーニャ、もしかしてセーニャなの。来たよ。お父様、お母様、ご無事だったんですね。よかった。セーニャ、ベロニカは、ベロニカはどうした。ベロニカは一緒ではなかったのか。え、そんな、てっきりお姉様は先にこちらに戻っているのだとばかり。まだ戻ってないのか。いえ、やはりお姉様はこの近くにいるはずですわ。北の方から懐かしい気配を感じます。やっぱ姉妹だとわかるかってやつか。この感じ、お姉様のものです。行ってみましょう。はい。え、なに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 、なんで BGM なくなった。なあ、ここにベロニカがいるのか。どこにも見当たらないぜ。ここは子供の時から私とお姉様がよく一緒に遊んでいた場所なんです。ここにいると思ったのですが。お姉様、お姉様、どこにいるのですか。あら、お姉様、こんなところにいらしたのですね。なんだ。起きてください、お姉様、風邪をひいてしまいますわ。お姉様、どうしてしまったの。ん、お姉様の杖が光っている。それから勇者の紋章も。なんだ。え、なに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 。あの時の情景が蘇る。あの時、はっ、このままだと世界が。そうね。世界が崩壊した日。なんだ。あ
お姉様、私たちを助けるために。ちょっと待って。ベロニカちゃん、あなた最後の力を振り絞って私たちのこと。クソ、ベロニカ。私はきっと救いがある。頼む、マジで。もうマジで死んでることになってんじゃん。命の退治のもとへ召され、新たな派として。きつい。待って、きつすぎる。いやー、セーニャ一番辛いのに泣いてないのきつ、逆にきついわ。許せないんだけど、一番好きなのに。本当に？私まだちょっと信じられないんだけど。信じてないよ。私普通にベロニカ一番好きだったんだけどってずっと言ってたよね。なんでこんなピンポイントでベロニカなの。やめて、やだー。お呼び立てして。いや、ちょっと今日はここまでにしよう。あー、ちょっと待って、立ち直れてないっす、まだ立ち直れてないっす、自分ごめん。もうダメだ、ベロニカのいない世界なんて私もうさ、スロカスにでもなろうかな。